久保さん、いや久保さんのセールス動画すごいですね。いやこの億万長者合宿のやり取りをすると、まあ創価塾が売れる理由がもうこの動画を見ればわかるんじゃないかなと。素晴らしい。いや久保さん、12月になりましたけどね、僕もドリームアカデミア売ってきますよ。だから創価塾に入りたい方は創価塾に入る。それでも、いやそれ久保さんの話もわかるけど、それでも吉谷さんからなりたいな、勉強したいという場合はね、ドリームアカデミア入っていただけるといいんじゃないかなと思います。しかも値上げ、今回20万ぐらい値上げするんで、がっつりセールス僕してきますからね、はい、だから久保さんの創価塾に入るのもよし、僕のドリームアカデミアに入るのもよし、何も入らないのもよし、全てはあなた次第ということでございますね。はい、ということで今回は、そうだ、久保さん時間がないだ、時間がないっていうことについてお話ししていただければなと思います。まあ億万長者合宿のやり取りでも時間がないについて、まあ久保さんがね言っていただきましたけど、まあ今度はね違う、なんか違う切り口でお願いします。まあなんでこのテーマにしたかっていうと、まあ12月ね、入りました。2019年もあっという間で1ヶ月しかないです。時間ないですよね。うん、でこの時間がないっていうことに関して僕もちょっとお伝えすると、これね、今年やったセミナーですごい面白い事例があるんですね。でその時間がないという方多いと思います。実際事実として時間はないと思います。24時間しか時間ないですし、なんかある A さんは1日50時間ありますっていう人ないと思うんで、みんな24時間しかないんで時間ないじゃないですか。24時間しか時間ないので、で今年も終わります。で今回松戸でセミナーをやった時の話なんですけど、そのお客さんにがこんなこと言ってたんですよ。吉谷さんと、まあ今までその作業できな、その人はブログやってたんですけど、要は作業時間がないと、主婦の方だったんですけど、まあ作業、まあ育児とか、家のこととか、しかもその仕事もして、家のこと、子供のこと、時間がないと、でブログ全然できないんですっていう悩みがあったらしいんですよ。でそれはそうですよね、仕事もしてるし、フルタイムで仕事もしてるし、家の飯掃除もあるし、子供のこと、子供のお世話もある、まあ時間ないですよね。でブログが全然できなかったという話をしてたんですよ。でそのお客さんが面白い話をしていて、吉田さんこれ気づいたんです私みたいな。でそれが何かっていうと、その方が直近でその会社を辞めたんですよ。会社を辞めたというか転職というか、なんかそのそういう時期があって、で時間ができたわけですよ。フルタイムで働いてた時間がなくなったわけですよ。で時間あるんですよね、間違いなく。だけど吉田さん、私は気づきましたと、結論、時間ができたけどできませんでしたみたいな。面白いですよね。時間がないからできなかったっていうのが理由だったんだけど、実際時間があってもできなかったっていうね。結局できないんかいみたいな話なんですけど、これね、あとね、僕はね、銀河鉄道39でこれ面白い話があって、これも結構僕話してるんですけど、これ幼少期見た話で、ある星に、ある惑星に行ったんですよ。主人公の子供と、あの金髪のレーテルさんだったかな。でその星に行ったらですね、なんとその星はもう破滅するみたいな星だったんですよ。もうちょっとで破滅するよみたいな。でなんで破滅するのかっていうと、その案内人のロボットかなんかがこうは、その歴、その星の歴史を喋ってたんですけど、どういう歴史があったかっていうと、なんか科学が発達して、でその住んでる人たちに永遠の命ですね、永遠の命、その科学が進歩して永遠の命が、みんながこう取れるようになった。死なないんですよ。だから時間無限にあるんですよ。でその案内人のロボットがなんか言ってたんですけど、でみんながその永遠の命が欲しくて、で科学が進歩して永遠の命を手に入れたらどうなったかっていうと、結局時間がめちゃくちゃあるじゃないですか、死なないんで、みんな仕事しなくなったし、みんな何もしなくなったらしいんですよ。要は後でいいかみたいな、まあまあ死なないしな、いつやってもいいしなみたいな
いつやってもいいし死なないし別にいいやっていうことで、その国民、その星に住んでる人たちが全員何もしなくなったらしいんですよ。怠けちゃって、で国のその政策だったり全部がもう破綻して破滅に向かうという話を、幼少期だったかな、それの V を見て未だに覚えてるんですけど、なんで覚えてるかっていうと、あ、永遠の命をが手に入れても幸せにならない場合もあるんだな、場合もあるんだなっていうのに、なんか幼少期ね、なんかハッとさせられたっていうのを覚えてます。あとね、これドラえもん、これちょっと時間とは関係ないんですけど、ドラえもんのなんかの映画のあれで一節で、なんか未来から来た人がなんか宇宙船に乗って移動するんですよ。宇宙船、ずっと宇宙船に乗ってるんですね。宇宙船に、だからどこ行くにも宇宙船に乗ってるんですよ。でのび太くんがなんか質問するんですよ。あれ前からちょっと不思議に思ってたんやけど、なんで君はちょっと移動するのにも宇宙船に乗るのっていう、歩かないのって聞いたんですよ。そしたらそれ未来から来た人が言うんですよ。いやね、人類っていうのは科学が発達してこういう宇宙船でどこかしこも移動できるようになったから歩かなくなっちゃったんだよ。で歩かなくなっちゃったから退化して、未来の人たちっていうのは歩けなくなったと、歩かないから歩けなくなったっていう。でのび太くんが、へえ、なんか便利になるのもなんかあれなんだねみたいなこともののび太くんがボロって言うんですけど、これもねちょっとね、まあ精通する話かなと思うんですよね。なんかその時間があったらいいのか、文明が発達したらじゃあいいのか、悪い側面もあるよっていう話で、じゃあ時間があったらいいのか、じゃあ時間があったら怠けてしまう時間もあるわけじゃないですか。だから結局メリットデメリットなんですよ。時間がないからこそ時間を作ってやらないといけないっていうメリット、時間がないからこそ時間を作ってやらないといけないっていうのが派生して、ここに対してメリット、デメリットは時間がない、だけどメリットとしては時間がないからこそやらないといけないな、創意工夫のを出すっていうメリット。でも時間があるとどうなるかっていうと、時間がある、あるから暇を潰す時間も出るんですよ。だからそれがデメリットね。でもやれる時間もあるんですよ。でも怠ける時間も出るわけですよ。だから科学が発達して何歩かなくてもいいっていうメリットもあれば、歩かなくなるから歩けなくなるデメリットもあるわけですよ。だから面白くないですかこれ。だから僕はね関係ないと思いますし、なんかその一番大切なのは何かっていうと、時間があるなし関係なくやるかやらないかだけなんですよ。単純にすごくシンプルで、あ、これね、あともう一つ事例をお伝えすると、この前ですね、ちょっとすいません、ちょっとコーヒー飲んでいいですか。あの水分が、分泌量が、唾液の分泌量が乾燥してますね今。まあ、あとまあいいや。でその最近面白いことがあって、沖縄僕行ったんですね。沖縄行ったんですけど、その一般の方、まあ本当に普通の一般の方にそのお土産を持ってったんですよね。お土産をこうね、でそして、あ、沖縄行ってきたんですねみたいな。まあ僕、まあ卓球のコーチやってるんで、まあその卓球のそのあれですよ、そのクラブチームにお土産持ってったわけですよ。でその言われたのが、沖縄行ってきたんですねみたいな、沖縄どうやって行くんですかって聞かれて、え、沖縄どうやって行くんですか、待てよと、あ、飛行機のチケット取れば行けますよみたいなって言ったんですけど、まあ後から考えた時に何かっていうと、要はもっと掘り下げると、なぜそんなの知ってるわけじゃないですか。飛行機のチケット取れば沖縄行けるなんていうのはフェリーでもいいですよ、誰でも知ってますよね。じゃあなんでそんな誰でも知ってる質問を僕にしたのかっていうと、そこには僕、そこを深くは聞かなかったですけど、多分僕の見解で言うと、沖縄行きたいけどどうしたら行けますかっていう質問の深い深層心理は、要はまあその飛行機代高い、お金がないっていうのもあるだろうし、あと時間を取れない、まあ普通の人っていうのは、会社の休みを取らないといけないじゃないですか。じゃあこれ休み、会社の休み取れなかったらいけないですよね。だからそこに対してどうやって沖縄行くんですかみたいなところで質問いただいたのかなと思うんですけど、でもね、本当に例えば、新婚旅行で沖縄行くとするじゃないですか。うちの親父と母ちゃん新婚旅行沖縄だったような気がするんですけど、例えば絶対に行くっていう風に決めてたら、会社勤めしててもすみません新婚旅行で沖縄行きたいんですみたいな、多分うちの父ちゃん母ちゃん沖縄だと思うんですけど、新婚旅行ね、行ってきますっつって、有給か何でもいいから、なんか理由つけて、まあ理由つけて新婚旅行で行ってきますっつって
会社に勤めてようが何しようが行くじゃないですか。でそれはなんで行くのかっていうと、絶対行くって決めてるからですよね。新婚旅行絶対行くって決めてるから行くんですよ。でもこれがぼんやりね、沖縄行けたらいいなと思ったら行けないんですよ。だってぼんやりだから絶対行くって決めたら行きますよね。どうですか。だから本当にまあやるかやらないかなんですけど、そのやるっていう意思がどれだけ強いのか、行くという意思がどれだけ強いのかっていうところが本当に大事かな。時間があるとかないとかじゃなくて、意思がどれだけ強いか、意思がどれだけ強いか、まあ D の意思ですね、 D の意思、ドリームの意思ですね。自分の夢をどう叶えていきたいのかっていう意思が強いのかっていうところが僕は大事だと思います。その意思が弱ければ行かないしできないんですよ。これもっと身近な例で言うと、例えば今日焼肉食いたいという意志がめっちゃ強かったとするじゃないですか。今日絶対焼肉やみたいな、絶対焼肉食いたいみたいなね。とそしたら焼肉屋行ってるんですよ。じゃあもっと、いや吉田さん焼肉ちょっとお金ないんで、まあ、あるかもしれないんで、じゃ あの吉牛にしましょう。ココイチとかでもいいんですよ。今日カレーココイチ絶対食べたいと思ったらココイチ行けるんですよ。でもそれがあどうしようかな、カレーにしようかな、焼肉にしようかな、んーまあいっか家でとかだったら、そういうそれぐらいだったら、そのココイチに行ってるという未来もないし、焼肉食べてるという未来もないんです。わかります。でもその意思がめちゃめちゃ強かったら、30分後かわかんないですけど1時間後にココイチでカレーライスを食べてるという未来が訪れるんです。焼肉屋で食べてるという未来が訪れます。それは意思が強いからです。だから夢とか自己実現してる人っていうのは、ほとんどの、なんだパーセンテージで意志が強いです。俺はこうなるっていう、こうしたいっていう意志が強い。うん。それはね、もう成功してる人、普通の人生を送ってない人の話だったり本を見ていただければ分かります。多分 100% に近いんじゃないですか。生まれた瞬間からね、もうなんかもう全部が叶ってる人もごく一部いるので一概には言えないですけど、何もない状態で何かを手に入れてきた人っていうのは必ずほとんどの割合で意志が強いです。人よりですよ。人より意志が強いです。人より意志が強くなくて自分の夢だったりとか自己実現を叶えられるってことは僕ないと思います。うん。だから意志はね大事ですよ。自分はどうしたいのかっていう、うん、だからそこが強くないとね、例えば、まあ、久保さんもね、いや僕も負けず嫌いです、その負けず嫌いっていう意志が強いわけですよ。絶対負けないみたいなね、その意志が強いわけじゃないですか。僕もそうですよ。負けず嫌い強いですし、まあ、意志にはいろんな形はありますけど、そこが思いが強いというかね、それが大事だと思います。でもう一つお話しすると、ちょっといいですか、最後これちょっと話したいんで、感想してますね。はい。ではこの稲盛和夫さん、京セラの名誉会長、あと JAL を再建した稲盛和夫さんいてますけど、その稲盛和夫さんの生き方という本がもう100万部以上売れていて、僕が生き方という本を手に入れたのが2004年あたりなんですよ。その時はまだ10万部突破ぐらいだったかな。今ずっとロングセラーで売れてるんですけど、その稲盛和夫さんの本の生き方の文節にこんな章があります。稲盛和夫さんが昔、経営の神松下幸之助さんの、勉強会に参加した時の話です。でそれが細かく書いてあったんですけど、その勉強会っていうのは何かっていうと、ダムの経営かなんかの、その、まあ、どうすればいいのかっていう勉強会だったらしいんですよ。で松下幸之助さんが経営とはみたいなね、なんかうんちくを語ってるわけですよ。で参加者の方が質問するわけですよ。いいっすかみたいな、質問いいっすかみたいな、あどうぞみたいな、いや松下さんみたいな、いや松下さんの話ね、いや松下さんの話ね、いい話言うとるけども、もっと具体的にね、もっと具体的にうちはねダム経営してんだと、そのダムのね経営でどうやったら売り上げ上がるのか、その具体的なそのテクニカル的なのを聞きに来たねと、そういうなんかそういうのじゃないね、確かにねいいことは言うとると、だけどもっと具体的なテクニックとかね、なんかそういうの聞きに来たんだと、それを教えてくれみたいな質問があったんですよ。で松下さんが松下幸之助、経営の神松下幸之助さんはどうそれに返したのかっていうと、そうですねみたいな、そうですねみたいな、わかんないですよ言葉はあれですけど、そうですね、
いや私はダムの経営をしたことがないと。だからようわからんと。ただ一つありますと。ただ一つあると。それは売り上げ上げたいんだったら思うことですねと。思うことですよと。思わなければダメですよっていうふうに松下幸之助さんが言ったわけですよ。で質問した人がポカーンとしてるわけですよ。だからそういうことちゃうと。いや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 、いいわみたいな。でそれをですよ、そのやり取りを稲盛和夫さんは聞いてたわけですよ。で稲盛和夫さんはね、その本にも書いてありますけど、電流が走ったわけですよ。ああ松下さん、確かにそうやと。思わなければ何も始まらんと。あ、さすが松下さんやなみたいな、その電流が走ったっていうことが書いてあって、その後じゃあ稲盛和夫さんはどうなったかっていうと、まあ京セラの名誉会長まで行って、 JAL も再建してみたいなね、もうアメーバ経営とかね、なんかその経営、まあ松下幸之助さんの次とかわかんないですけど、まあ日本の重鎮となる人になってったわけじゃないですか。まあこれもちょっと受信力につながる、受信力の話にもなっちゃう部分ありますけど、まあそのなんでこのあれを話したかっていうと、その思う強さですよね。うん、思う強さだから、その意志、強い思いをどれぐらい行きたいのか、どれぐらいじゃあハワイに行きたいんだったらどれぐらいハワイに行きたいのと。なんでハワイに行きたいの。いや新婚旅行で絶対ハワイに行きたいねんって、絶対やねんって。お金貯めるし、お金作るし、時間作るじゃないですか、絶対だから。そうだから、その意思がないと非常に難しいのかなと僕は思います。で僕自身はその意思は強いです。何かっていうと、久保さんに何言われても絶対曲げ、絶対俺絶対売ったるぞみたいなね。そう、俺はそれでも行くぞみたいなね。いや俺の日本だって、そもそも久保さんも隠居してるし、ビジネス勉強するんだったらドリームアカデミアが日本一やと。まあ久保さんだって隠居しとるやんみたいな。いやビジネス勉強するんだったらもうリアルタイムで僕セールスしてるし、いや俺から学ぶべきだみたいなね。その意思は強いわけですよ。久保さんに何言われても大丈夫です。そう、まあそんな感じですね。はい、ということで、まあちょっといろいろとその時間がないっていうことに対して、いろんな例え話だったりとか、いろんな話をこうお伝えして、分かりやすく伝わったかどうか分かんないですけど、時間がないっていうのは関係ないよと。あとはまあいろんなその時間があっても、まあ結局メリットデメリットは混合していて、あの時間がある、時間があったらあったで怠ける時間もあるし、できちゃうし、テレビ見る時間もできちゃうんですよ、時間があるからね。時間があるから YouTube 見る時間もできちゃうんですよね。だからね、本当意思が大事かなと思います。はい、ということで久保さんに時間がないを久保哲郎節で語っていただければなと思います。いってらっしゃい。